武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは学習院大学の世界史の勉強について話していきたいと思います。世界史ですが、法学部、経済学部は記述と選択のミックスですね。で、文学部が200字論述が2台出るという形式になっています。で、ここの世界史、難易度的には基本的にマーチレベル仕上がっていれば十分対応できると。まあ一部難問だったりちょっと見慣れない用語が出てきたりする側面もあるんですが、まあ、正直合格点取るレベルであればそこができなかったところで まず問題ないだろうとは思いますし、まあ、プラス基礎的な知識の部分だけである程度対応できる、選択できるように問題になっているので、まあ、知らないことは出てくるかもしれないけど基本的に答えを当てられるというところまでは割と持っていけるかなというふうに思います。で、ただ文学部の論述、200字でさらにそれが2題という形なんで、やはり論述対策はしっかりしておかないと厳しいかなというふうに思います。やる場合には分かる、かける、分かる、解ける、かける世界史論述ですね、かわいいの、あとなんだなどで一冊仕上げておくといいかなと。論述そのものの難易度自体は別に対して高いわけではないので、ただ正直私立志望だとここのためだけに、論述対策しなきゃいけないみたいな形式の可能性も割とあるので、まあ、論述は最後付け焼き場でやったからすぐに上がるってものでもないので、まあ、1日1台とかでもいいので、まあ、2、3ヶ月かけて、しっかり、仕上げていくように、心がけてください。まあ、重要なのは一部の難しい用語などに惑わされず、今まで入れた知識の中で、それを使い倒してですね、それで解けるようにしていって合格点を勝ち取っていくと。だから裏を返すと基礎的な部分で、取りこぼしがあったりするとですね、微妙に難しい問題で戦わなきゃいけなくなってしまいますので、そうならないように、基礎の取りこぼしが絶対にない、学習を心がけるようにしてください。以上が、学習院大学の世界史の勉強となります。